さあ9回の裏ワンアウトランナーがありません。打ち上げました、ショートの後方、センターが出てくる、センターが出てきて石井が取りまして、ツーアウトであります。拓大紅陵高校10年ぶり5度目夏の甲子園にあとワンアウトと迫ってまいりました。拓大紅陵2回戦石原八幡を8対0の7回コールド、3回戦若松を3対0、4回戦市立船橋を7対0、8回コールド、5回戦 C シード木更津中央6対5、延長10回でありました。さあバッターボックスは湯浅、打って打ってピッチャーゴロ、ファーストへ、これで試合終了です。勝ったのは拓殖大学紅陵高校、10年ぶり5度目の夏の甲子園を決めたわけであります。